ザプラウドファミリーとはアメリカのテレビアニメ。アメリカでは2001年9月15日から2005年8月19日までディズニーチャンネルで放送された。日本では一部を除き未放送。本作はウォルトディズニーアニメーションスタジオのアニメーターブルース・ダブルース・ミスが手掛けジャンバラやスタジオで制作された。本作の後半のお話の多くはアドビフラッシュを使用し制作された。 マイケル・ペラザは、この番組のアートディレクターだった。リロスティッチのテレビアニメ版、リロスティッチ・ザ・シリーズのエピソード、スパッツでは、プラウド家がハーイへ向かい、スティッチと初めて会う。この回だけは、日本のディズニーチャンネルとディー・ライフとテレビ東京の、ディズニータイムで放送されたことがある。2020年2月27日に、リバイバル版が発表され、アメリカのディズニープラスにて、 ザ・プラウド・ファミリー、ラウダープラウダーのタイトルで2022年に配信される予定。新たに、マヤレイ・ボーイッツ・ジェンキンスという女の子が加わり、声優のキキ・パーマーが担当するとしている。日本語吹き替え版は、リロスティッチ・ザ・シリーズ登場時の担当声優。プラウド・ファミリー・ザ・ムービーは、アメリカのディズニー・チャンネルの、ディズニー・チャンネルオリジナル・ムービーとして2005年に、 初めて公開されたが、日本では公開されなかった。ありがとうございます。